スタジオオーパーツ。こんばんは、ゾウです。こんばんは、ピエロです。こんばんはね、7月の24日はい、ボリューム80。もう80回ですね。そうです、もう夏の真っ只中になりました。そうですね、あの世間では夏休みに、ああそう、突入かな、ね、はい、で今日はね、ジャパニーズロカベリーアコースティックっていう本人たち言ってます、はい、そういったスタイルの、はい、あのロカベリー聞いていただこうと思ってます、はい、2人組ですね、2人組、はい、でプリシラで、はい、レッツアバーパーティーエバーラスティンラブ、2曲続けてお送りします。ワン、ツー、スリー、フォー。 Some people look low、ルビネのグルービーコーナースペルソナフォルツァバパーレー、レッツァバパーレー、ベルシーニツーズストーレスバースデンゴーレスヘブンパリートナイト、レバキスタペレバキスタクバレンケシェケチキニナメルロブルレッツァバパーレー、レッツァバパーレー、Sing it to the stories, fast and glorious, have a party tonight. I never kissed a bed, I never kissed a cool.シェケチキニナメルロブルレッツァバパーレー、レッツァバパーレー、ベルシーニツーズストーレスバーストゴーレスヘブンパーリートゥナイト、ホキトキチョウホキネタドリギミニフィリマブシリマドフォレッツァバパーレー、レッツァバパーレー、ベルシーニツーズストーレスThank you.
タジオオーパーツということで、またハイハットを手に入れてしまいました。じゃあやんなきゃね。あのそうなんですよね。ピエロの叩いてなんぼ。そうなんですよ。こいつなんですけどね。はい、パイステのフォーミュラ602っていうシリーズ。はい、で、ちょっとこれ見た目が随分今、ね、お店並んでると違うと思うんですけど、はい、70年代のやつで。あ、はい。中古。ヴィンテージ。そうだね、ヴィンテージだね。中古ですね。ヴィンテージ。たまたまね、ちょっと、こんなの出てるよって教えてもらって、見に行ったらすごく良くて、うん。なんかさ、ピエロよく行ってるもんね、はい。そういったちょっと古い、鳴り物系のがいいんだよね、とか。そうですね。音が割と枯れてたりとか、聞いてて、割といいんですけど、これ、こう、ね。僕、今、好きに使ってんのがジャイアントビートなんですけど、はいはいはい、それに比べて、またちょっと、違う感じですよね。でサイズもこれ15インチで、なかなかね、はいはい、15でこういう古いやつなかったんですけど、はい、あんまりね、は僕は見えるところになかったんですけど、もっと大きかったとか。いやいや、今ね、今も昔も14インチが割と普通で、もっとちっちゃいんだ、うん、シャープにすんだったら13ってちっちゃいやつなんですけど、割と僕は15が、まあ僕はっていうのが椎野君の影響をかなり受けてるんですけど、15インチがね、割といい感じで。こういう古いのっていうのは叩く機会ないと思うんですけど、皆さんもね、機会があったらぜひいろいろ、古いのもいいのいっぱいありますんで、なるほどね、ぜひチェックしてみてください。はい、今日はパイステのフォーミュラ602、70年代のやつをお送りしました。はい、とこだわってはいるんですが、はい、で、皆さんにはそんなもん分かるのはドラマーだけだよと言われてしまいますね。でもなんか柔らかくていい感じだったよ。そうですか。そう言ってもらえるとね、非常に嬉しいかなと思って、うんうん、なんかまた見たことないの持ってきたなと思いました。 ありがとうございます、はい、いえいえ。で、前半は今日はね、はいはい、ロカビリーの2人組でしたけど、そうでしたね、はい、ちょっとほら、はい、ボーカルマイクが手話の一つは骸骨がマイクと、はい、そうですね、はいはいはい、あともう一つスタジオにあるやつを2つ買ったんだけど、はい、なんかマスター意外といい音で撮れたんだなんて。そうですね、うん、確かに確かに。でロカビリーといえばね、うん、ビートルズの初期も割とロカビリーな感じでやってましたけど。そうですよね、まだやってます。そうなんですよ。何オーパーツが主催してる、うん、トレビュートビートルズコンテスト、そう、みんなでビートルズをやろうって ね、 ね、はい、楽しいですよ。そうですね、はいはい、なんだろう、勉強になると思う。そうですね、うん、でコード優しいでも深い ね、おすすめです。そうなんです。はい、じゃあ暑い夏ははい、はい、頑張って過ごしましょう。楽しい夏休みを。はい、スタジオオーパーツ。